回はゲームセンターでラブライブのちびキュンキャラダンシングスターズオンミーのボリューム1を撮ってきました。今もうボリューム2が出てるんですが、まだボリューム1の方を持ってなかったんで撮ってきました。今回のボリューム1のラインナップはほのかちゃん、りんちゃん、のぞみちゃんの3種類になります。箱のデザインはそれぞれこんな感じになっています。裏はこんな感じです。では早速すべて開封していきます。開けてみました。中にはそれぞれこんな感じで入っていました。それではすべて組み立ててみます。組み立てて並べてみました。まずこのほのかちゃんは海賊の衣装ですかね。服の細かい装飾なども綺麗に塗られています。あとはこの海賊の帽子をかぶっていたり、この髪飾りがドクロになっています。後ろはこのようになっています。次にのぞみちゃんは魔女のようなコスチュームになっています。この三角の魔女のような帽子をかぶっていて、このスターの髪飾りがついています。ウインクした顔がとっても可愛らしいです。あとはこのハイソックスにも星の模様があります。で、後ろはこのようになっています。このマントは取り外しが可能です。次に一番欲しかったりんちゃんです。すっごい可愛いです。前回のりんちゃんも良かったんですが、今回の方が衣装がすごい可愛いので好みです。で、顔も可愛くデフォルメされています。この帽子もとっても可愛くていいですね。で、ここに月の飾りがついていて、この後ろの大きなリボンもとても可愛いです。あと台座はみんな同じデザインなんですが、こちらにちゃんと名前がほのかちゃん、のぞみちゃん、りんちゃんって名前が入ってますね。で、とってもおしゃれなデザインだと思います。今回の衣装は3人ともとっても可愛くて満足しています。特にこのりんちゃんが好きなのでゲットできて本当良かったです。これは保存用にもう一個欲しいぐらいです。もうすでにボリューム2が出ているので、次はボリューム2を取ってきたらまたアップしたいと思います。